Once upon a time, a giant man with horns appeared in a distant village. The villagers welcomed him with joy, believing he brought blessings from the spirit world. However, as time went by, they began to fear him. Tormented by the villagers, he began to attack them. Until he came to be dubbed a demon. One of the village youths decided to make a stand. He gathered a multitude of golden stones, forging them into a blade that gleamed with an otherworldly light. With this mysterious blade, the invincible demon was cut down at last. The young champion who slayed the fiend entrusted the blade. Live on, my child. Be strong. Ah, you have got big, have you not? I just can't wait to see how our child turns out. All I know is that there will be no limit to their potential. Grow up. To be strong, won't you? Help! Help! Help me! Please! Please! Is anyone in there? Is anyone there? Help! Please, I'm begging you! You have to help me! I know you're in there, please! Help me, you can't leave me here! Open the door! Open the door! Thank you.
めろ。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。待ってたぞ。あのフミ読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。ヒデか。よし、じゃあ秀の字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのは何かわけが。あ、すまん。まあ、いろいろあるわね。俺の集めてる霊石には大きな力があってな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもご贔屓に。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。
食うか。私はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。というわけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの。俺が、俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだ山しね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で。え、とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと。ソハヤの若い衆はわしをそう呼んだ。あやかしの女と出会ったあの日まではわしはあやかしを滅ぼすソハヤの刀を打ち砕き、それまでの名も捨てた。刀の与える不死の魂なぞ消し、共に誓ったは神妖が融和して暮らせるよう。霊石を集め、よこしまな者の悪用を防ぐは誓いを果たすため。
離れよ。終わりに向かえ。行け。再びあやかしを切ろうとは皮肉なものよ。道山様、ダメだったか。急ごう。後で払ってもらう。終わりはここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様。最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあどっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう秀の字。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀の、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しくださり誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。うん、初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お分かり感謝いたします。おい、うん、知って父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし立派に行かれたのであろうな。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。
また魚が一匹増えたようじゃ。刺身にしてやる。まさか夜が。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸縁三に栄えしよくやめ、世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ、新しき世の先駆けとなれ。宵の覚めぬうちに。すげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。暖かい。藤吉郎、教場へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。ここで何を。知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。
探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がこのっか。ようやく見つけたぞ。俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。よし、あれだ、俺に任せろ。怖い、かなり怖い。頼んだぞ。よしよし。火を切るなら任せろだとよ。はあ。みんなも戻ってきたみたいだな。何これ。言ったろ、ムミオ、これが藤吉郎流、殺さずにして勝つ。無害なあやかしもいるんだな、秀の字。よし、じゃあ砦を直しに戻ろう。一晩あれば十分だろ。ごめん。半兵衛殿か。おお、やっと会えた。どなたかは存じ上げぬが、察するに稲葉山城のことでしょうが。ですがあいにく私は病の身、何もお役には立てませぬ。お引き取りを。この力、もしやあなたが藤吉郎殿か。いや、久しぶりに力を取り戻して若返ったようですわい。おせっかいかもしれぬが、お世話させてもらいますの。いいでしょう。我が師も懐いたようですし、この日滅びようと最後までお使いいたします。まずは稲葉山攻めで私をお試しください。
どうしたの？浮かない顔して。おい！霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。人間の兵艇大義である。今宵は酔え。はっ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい座れって。おい、はは。であればこれを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリで撃って身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な、ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに二葉のようにな。信長様は天下取りの第一歩として機内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を撃たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に恐報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。
もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ、利光。十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。その小刀は幼い私を拾って育てたのは祖林衆。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。松永断次を久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですか。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め。
姉川を浅井や朝倉の地で染めよ。それがしに任せ、殿。承知。救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、見せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光が見える。その輝かしい世に愛する者だけは残したい。
急がんと火が。最後のお別れをする暇間をください。ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも子にだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。ついに俺たちも一国一城の主だが、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。信長様の天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。秀吉。はっ。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい、聞いたろ秀の味。行くぞ、おら来い。さる、いつもながら厳禁なやつよ。小谷での働き一に聞いたぞ。しかし褒美も求めぬとは。お主は何を求める？神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に楽土を敷けよう。ひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか。しかれどうぬの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに
人知の果てを超えられよ。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが褒美じゃ。チクッとしたの。あんたもしょってんだな。京での挙兵を助成するなら、霊石も欲するままに手に入ろう。だが、闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば。これにて霊石の戦はなくなろう。引き分けのない女よ、なぜ逃げぬ。添い遂げてこそ妻の本分。ならばもうよい。あとは好きにせい。弥助、わしの亡骸は決して渡すでない。友を求めておるようだ。今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は。先日藤吉郎殿が光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎまして。
望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。争いは終わらない。人が人たる限りはそれが世の断りなのでしょう。しかしあなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。夫長政の死により愛を失った私に強く生きよと命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。これ以上の悲しみ、破滅へと私を誘うやもしれません。どうかご無事で。秀吉軍の勢い止まらず左翼が崩れました。なんと、あの猿めが。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。解せぬ。いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限りこのような勢いは。利光、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、利光。霊石をどこへやった。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよその顔。おのれ！汚い真似を！光秀様を頼む。おい、本当に行くのか。我らを口封じのため抹殺。
それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びる。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まるひとかけら。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。お主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの。行くわよ、一緒に。秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我らにぎたまと同じ気配がするの。新人より生まれ、人に寄り添う我らにぎたま。そして怨念より生まれ、人を喰らう新たま。この二つの均衡をなくしては、世にあるすべての誠意は成り立たん。長き戦乱で怨念が募り、新たまばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまう。天下太平がために戦う徳川に、力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。気に入られたか。続きはかけながら話そう。
我ら伊賀衆が手を配り、家康様は無事に三河へ戻られた。しかし徳川が陣立てを整えるのはまだ先になろう。藤吉郎に対抗した織田の急進たちはことごとく敗れ、ついに柴田勝家殿も劣勢に追い込まれておる。そこで徳川に代わり勝家殿を助けてもらいたい。勝家殿の居城は北の城、ここ伊賀より山を越え近江の北へ向かうがよい。勝家殿、そしてお市殿を救えるのはお主のみだ。主は藤吉郎になったんでな、悪いが首をもらう。もしや明智、今の自分は一介の僧天海でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。
増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。機内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める？家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。李球と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬ奴には何もやらん。まだだ。あれがあれば俺は。
ましょう。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。書に神職を忘れた末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。重き定めを許してください。生きていたとはな。しかしいいところに来た。解き放ってほしいんだと。
あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。藤吉郎はついに天下人へ上り、さらに多くの流血を生んでいます。無名殿の言うあやかしを滅ぼす刀、取り戻すには大量の霊石がいるとか。霊石を用いるは拙僧の案ずる道ではありますが、毒は毒をもって制すしかありません。藤吉郎の本拠、京の聚楽台は霊石を集めて建てた城。打って出る時が参りましたな。趣味してありますわ。どこへ行ってしまったんやろうか、あの憎めないお人柄は。茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失うてしまうとは。天界によう頼んどきます。秀千代はん、あとはよろしゅうに。もう手加減は不要ね。エロジー招いた覚えはないぞ。まあ慌てるな。俺の新しい嫁を紹介してやる。
さあ、真打ちのお出ましだよ。とんだ三文芝居だな。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。
会いに来てくれます。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め。あなたの長き定め、見届けました。You're not a morning person, then. The raging seas to reach this land. An English-speaking ninja. A warrior without a past. Then I met a Tanuki. With the weight of the world on his shoulders.
ようやくお目覚めね。I leave the two of you to it.再会できて何よりだけど、喜ぶのは後回しね。藤吉郎が倒れて平和になるどころか、起こったのは大きな戦ばっかり。関ヶ原や大阪の陣、それに勝った徳川が今や世を治めてる。その徳川に力を貸したってのが、あの異国の男ウィリアム。彼がここに来たのはある女を追ってのことらしいわ。起きてすぐのところ悪いけど、急いで後を追いましょう。危なかったな。もう少しで。ロミオ、すまんな。お前も来てくれたのか。But isn't Hideyoshi a traitor and a... Looks like you're off the mark. 藤吉郎、人に戻ったのね。ああ、すっかり。長い間、面倒かけたな。で、あやかしになったご気分は？体はどこもおかしくない？そいつはこっちに聞いてくれよな、ヒデノジ。戻ったか。水湯と落ち、水湯と消えにし我が身か。何はのこと、夢のまた夢。どうせ行くとこないんでしょ。来れば。